ダグラス・アルバート・ラッセルは、アメリカ合衆国の元競泳選手。ニューヨーク市に生まれた後、テキサス州ミッドランドに転居し、同地で育った。ミッドランド高校在学中に競泳を始めた。当時は、ミッドランド市が1962年に新設した、アラモという50メートルプールで泳いでいたが、このプールは後に、ダグラス・ラッセルスイミングプールに改称された。 高校時代はバタフライ、背泳ぎ、個人メドレーいずれも得意とするオールラウンド型の選手だった。当時の他の選手はラッセルを手強いライバルと表現し、勝つのが難しい相手だったからこそ、その周囲の選手はベストを尽くすようになったと振り返っている。進学先のテキサス大学アーリントン校では、ドン・イースター・リングがコーチを務める競泳、飛び込みチーム、 UTR リントンマーベリックスに所属し、全米大学体育協会の大会などに出場した。同校のキャンパスには、彼にちなんでダグラッセルパークと命名された一角がある。1967年のパンアメリカン競技大会では、200メートル個人メドレーで金メダルを獲得。翌年には、NCWA 全米選手権の100ヤードバタフライや、 アマチュア運動連合全米大会の100メートルバタフライで優勝した。1968年のメキシコシティオリンピックでは男子100メートルバタフライで本命のマークスピッツを破り金メダルを獲得。同種目はメキシコシティ五輪から正式種目に取り上げられたためラッセルは初の金メダリストとなった。また400メートルメドレーリレーにもアメリカ代表の 一人として出場し、二つ目の金メダルを獲得した。ラッセルがバタフライ、チャーリー・ヒック・コックスが背泳ぎ、ドン・マッケンジーが平を泳ぎ、ケン・ウォルシュが自由形を泳いだアメリカ代表チームは決勝で3分54秒9という世界新記録を樹立した。1985年、競泳選手として国際水泳殿堂に殿堂入りを果たした。ありがとうございます。